何をしたいですか。水泳がしたい。水泳がしたい。水泳がしたい。はい、次の子。わかんない。まだわかんない。はい、次ですか。工作をしたいです。はい、じゃあ頑張ってください。家で工作してんの。はい、ありがとう。ここで提案小学校では3つのことを目標にして進めていきたいと考えました。1つ目は何といってもお勉強です。楽しくお勉強ができるように、例えばこういうタブレットとかパソコンとかも使えますし、もちろん教科書とかいろんな資料などを使っていきたいと思います。私たち6年生の動きを見て行動することと思います。だから私たち6年生は下学年のネタになれるように一生懸命頑張ります。また勉強も難しくなります。これまでに学んだことを生かし、考え方を広げて問題を解けるように頑張りたいです。そしてみんなで素晴らしい県南小学校を作り上げていきたいと思います。児童代表6年心配なことやお願いになったら、どんな小さなことでも結構ですから、決して遠慮されていない。